皆様こんにちは、お仕事でお疲れの時間帯に、足を止めてくださった皆様本当にありがとうございます。実は今日のお昼ごろ、宮崎県の川南町の町長さんから、私に電話が入りました。先週私は農水委員会じゃないんです、経済産業委員会で公的対策の質疑をいたしまして、それが九州の新聞に出ていたということで気にかけていただいてありがとうというお礼の電話を頂戴しました。川南町は皆さんご存知の通り、この度の公的被害がもう一番ひどい大変なところでございます。で、町長がおっしゃるには民主党政権、このどん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 川南町に入ってきたり、宮崎県に、閣僚が来たりして、調子のいいことは言うけれども本当に必要なこと、自分たちがお願いしていることについて、的確には手を打ってくれない、本当に困り果ててるんだ、こういうお話でございます。昨日の午前中、鳩山総理が宮崎県に行かれたんですね。昨日の午前中に言って、で今日も辞任表明、一体何をしに行かれたんだ、これだけでも本当に苦しんでおられる宮崎県の方々をバカにした行為でございます。そして川南町の町長さん、現地の対策本部を仕切っておられる山田農林水産副大臣、現地対策本部長、面談をされました。その時にですね、山田さんがいろんなことをおっしゃいました。例えば向こうでは今たくさんの牛や豚を殺してます、殺処分をした牛や豚そのままのぞみにしといたら本当にもうドロドロに溶けて、そしてそこから肺からまたウイルスが発生する、一刻も早くそれを埋めなければ全然この蔓延が止まらない、口蹄疫の蔓延が止まらない。そこで山田副大臣はこうおっしゃいました。それだったら国がお金を出して埋める土地を買ったら場所は手配できますか。しつこく山田副大臣の方から現地の町長さんたちに牛を埋める場所、国がお金を出して買ったら用意できますか、こういうことをおっしゃったんです。ところがもう次の日、山田副大臣はやっぱり買い上げは無理ですということをおっしゃってる。私は政府に聞きました。現地の人を喜ばすようなことをその場で言う前に、山田副大臣はこの買い上げるお金ちゃんと国にあるのかどうか、財源の措置ができるのかどうか、それをちゃんと官邸と相談されたんですか。政府から返ってきた答えは致しておりません。全てがそうです。普天間もそうです。何でもその場に行って調子のいいことを言う、で結局できませんでした、ごめんなさい。宮崎県の公的でもう毎日寝る暇もないぐらいフラフラになりながら対策を打っておられる方々に調子のいいことばっかりおっしゃる。山田副大臣だけじゃないです。平野官房長官、宮崎に入られます。49頭の種牛、宮崎県にとってはもう財産である種牛、殺処分は何とかしないようにしてほしい、現場で頼まれました。官房長官なんとおっしゃる、そりゃそうだ、種牛もう一度育てるといったらまた5年6年かかる、だからこれは慎重にやらなきゃいけない。現場の方は喜ばれたと思いますよ、種牛は助けてもらえるのか。結局その後すぐに殺処分をしてください、万事がこうです。私は創生日本の副会長を務めておりますが、会長である安倍元総理が内閣総理大臣だった時に、私自身も科学技術や沖縄問題を担当する閣僚でありました。その時沖縄問題、非常に重要な時期でございます。安倍総理、そしてまた官房長官、塩崎官房長官です、私自身も担当閣僚です。一生懸命苦労して全ての市町村長さんたちと議論を交わしながら、一つずつ一つずつ歩みを進めて、しっかりと日米間で合意をし、地元とも合意をした工程表に従って一つずつの作業を進めてます。去年、昨年度までに環境評価、海を埋め立てた場合の環境への影響の評価の手続き、調査も終わりました。
4年後、2014年には普天間の代替基地は完成するはずだったんです。あと4年だったんです。長い長い歩みの後ですね、一つずつ着実に歩みを進めて、あと4年です。これを全部ひっくり返していってしまった。これで鳩山総理が辞めたとしても、もう日米の信頼関係も戻らない。そして一旦止まった手続きをもう一度始める。また一からです。民主党政権が続く限り何も動かない。公邸への無茶苦茶な対策を見ても、普天間この問題への無茶苦茶な対策を見ても、私は今の民主党政権に大切な国民の命を預けることはできない、本当に強くそう思ってます。だから鳩山さんが今回辞任表明をされたことは歓迎いたします。国民の命怖くて預けられませんから。特に安全保障上の問題で、あの方には何にもお任せできませんから。しかし辞めるんであったら衆議院解散です。すべてなぜかと言ったら、安倍総理が内閣を作った時も、その後の福田内閣の時も、民主党は何て言ってたか、鳩山さんは何て言ってたか、衆議院議員総選挙の審判を受けてない内閣、こんなものに正当性はない。内閣総理大臣を選ぶのは衆議院です。衆議院の首班指名選挙です。だからこそ次に総理になる人を掲げて総選挙を戦うんじゃないか。総選挙を経てない安倍総理には、安倍内閣には正当性はない、散々言い続けてたんです。今回鳩山さんが辞めます。次に誰が代表になられるか分かりませんけれども、その方も今までおっしゃった民主党の主張を飲んで、正当性を持ちたいんであれば衆議院を即刻解散し、そして衆参同日選挙で真を問われるべきだと、私は強くこれをお訴えしたいと思います。日本の国、今生きている私たちだけのものじゃありません。たくさんのご先祖様が勤勉に働いて、長い長い歴史の中で子供を育て、地域社会を作り、そして商工業を起こし、天下を耕す、一生懸命作ってくださった国です。私たち、今生きている私たちだけのものじゃない。そしてこれから生まれてくる子供たちのものでもあります。亡くなってしまったご先祖様も戦没者も、これから生まれる子供たちも物を言うことはできませんよ。だけれどもその人たちの国、日本でもあります。今さえ良けりゃいい、私たちだけ得すりゃいい、うちが得して他の納税者の負担が増えてもいい、こんな自分勝手な理屈が通るような民主党政権にこれ以上日本の舵取りは任せられない。私たちは未来への責任をしっかりと胸に据えて、もう一度日本に勤勉と自立の倫理を取り戻してまいります。そうして日本、これからも頑張ります。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。高市会長よりお伝えさせていただきました。そして続き